元稲荷古墳は、京都府向無向町北山にある古墳。向丘陵古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。京都盆地南西園、桂川右岸の向丘陵の最南端に、築造された大型前方後方墳である。古墳域は、向三社境内に接し、元稲荷の古墳名はかつて後方部墳町に、稲荷者が鎮座したことに由来する。 無効丘陵では、元稲荷古墳の他にも大型前方後円墳、数基が分布し、これらは無効丘陵古墳群と総称される。本古墳はこれまで江戸時代に大規模な洞窟にあっているほか、1960年からは、慶十時の発掘調査が実施されている。墳形は前方後方形で、南北方向を主軸として前方部を南方に向ける。墳球は、 後方部が三段築生、前方部が二段築生。紛糾表面では、吹き石が認められるが、埴輪列はなく古い様相を示す。主体部の埋葬施設は、縦穴式石室で、後方部中央に構築される。この石室は、洞窟にあっているが、発掘調査では残存服装品が検出されている。また前方部中央では、埴輪編。 坪形器編の密集が認められており、特殊期台形埴輪編も検出されている。この元稲荷古墳は古墳時代前期の三世紀後半頃の築造と推定される。同時代の古墳のうちでは特に西旧女塚古墳と同系墳とされる。向こう丘陵の主張母軍では五塚原古墳に次ぐ時期の築造に位置づけられるが、同古墳と 質的な際はないものの本古墳が前方後方形を採用する点で、小塚原古墳とは異なり、山東県に対して高い自立性を持った様子が指摘される。古墳域は2016年3月1日に国の史跡に指定されている。西宮女塚古墳元稲荷古墳と同系墳とされる。古墳の規模は次の通りと合わせて記載。墳球の形状には、 当時の大和王県の大王墓である、橋墓古墳、西戸野塚古墳との類似が指摘される。このことから、墳球造営に際しては、橋墓古墳がモデルプランとされ、これに西戸野塚古墳の技術も援用されたと指摘される。墳球場の天井石残血主体部の埋葬施設には、後方部中央において縦穴式石室が使用されている。石室の主軸は、 分級主軸と平行の南北方向で、長さは南北5.56メートル、幅は北辺で1.32メートル、南辺で1.02メートル、高さは南端で1.9メートルを測る。規定部は前方部分長と同じ高さとする。床面は粘土床で長方形段の上に粘土層、板石布とする。壁面は板石みで、 紙半部を持ち送りが掌型とする類例のない特徴を示す。壁状にかけた天井石は11枚。この石室は洞窟にあっているため、副葬品はほとんどが散逸している。発掘調査で検出された副葬品は次の通り。ありがとうございます。